餌やり前のカエルたちの様子。タロも上におる。豆太郎出ておいで。豆太郎がここでコンクリートブロックとヤモリなのね、ホラー穴のいいスペースができてね、豆太郎ここに移動してきましたね。沼ガエルさん、おお、怖かった。ごめんな、ごめんごめんごめん、あ、めっちゃ怖がっとる、ごめん。いや、普段ね、こんな逃げ方しないんですよ。なんで今日に限ってカメラ回した時でこんな、お、どうしたどうした、怒らんの、怒らんといて。めっちゃ怒っとる、世界一から曲がる。あんたちょっと後でな。沼ガエルがな、この子、水槽掃除するときとかもね、全然指近づけてもね、逃げることしないのよ。今めっちゃびっくりされちゃったな。ごめんな。怖がらせたいとかそんなんじゃないんだわ。ちょっとコオロギを食べてもらいましょうか。ちょっと今日は沼ガエルあたりにね、バカバカ落としていきますんでね。さあ、ちょっとね、沼ガエルさんをね、びっくりさせちゃったんでね、沼ガエルさんのところにね、ちょっと落としていきますよ。沼ガエルちゃん、食べな。おお、食べた食べた、よかったよかったよかった。この子食欲が、あー、こら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 、誰あんた、トサカか。トサカあかんよ、こら、トサカ、いかんいかんいかん、こら、トサカ、タケ、ダメよ、あんただって空豆にやられて逃げとってん。空豆とね、餌取り合いになったらね、トサカ負ける、こら、トサカまたそう、いかん、トサカ攻撃的だな、こいつな、普段弱いのに。空豆にボコボコにやられるくせに、あんたなんで自分よりもそうやってちっちゃい子にやるの。上食ってちょっと、まあいかん、トサカちょっと、ほーらいかんわ、あんたダメだよ。おお、茶が来た。トサカを、腹ペコが怒ったと思ったのかな。茶さん違うよ、トサカがな、悪いことした今の。できるだけ綺麗な状態で。お、今はと、そら豆か、そら豆が食べて、ちょっとアマガエルたちに食わしとかんと、沼ガエルがね、やってね、いびられたらね、かわいそうなんでね、あんな腹ペコが観察したいってだけで連れてきてるんでね。おお、トサカ食った。もうトサカも腹減っとってんだろうな。おお、ちょ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 、あれ出した、あれ出した。まあ、トサカもね、腹減っとったんでしょう、やっぱり。まあ、野生の世界では弱肉強食ですからね。おお、わかったわかったわかった。だけどまあ、ここは水槽の場なんだよね。ちょっと今一匹入れたの、どこ行った。あ、おったおったおった、あ、茶が食った。茶が今日は体白い。世界一カーマガール、めっちゃ怒るの今日。なんなん、事前に避けといたね。弱ってた、ちょっと。あ、弱っとった。おー、食った食った食った。よかったよかった。弱ってるコオロギをね、事前に避けといてね、ロスを減らそうと思いましたね。